世界中のアーティストがその福島に絵を届けたいというたったそれだけの思いでこういうものが実現するっていうのはなんかすごいことだなと思います。スポンサーもなければ何か政治的な背景があるわけでもないです。じいちゃんばあちゃんふるさとの懐かしい笑顔奪い去り福島は裸にされたのか。ああいう手作りのあったかい感じの布製品を出していらっしゃる奈良さんです。はい、奈良さんです。展示させてもらった鬼塚と申します。普段は絵を描いてて、あとその他に人形とかを作って制作をやってます。去年ここで展示やった時はちょうど震災があって、あの節電とかそういうことでこういう風なライトみたいなのは全然なくって、あのそういう廊下のところになんか便器みたいなライトみたいなのがちょっとあって、今回の展示は、12月にこちらのお店で作品を貸していただいたときに戸川さんと知り合いになって、そのご縁で今回こちらの展示をしました。今は主に羊毛フェルトとか刺繍でうちの雑貨とかも、ミュウさん、ボーカルミュウさんで今日唯一のユニットでございます。こちらの稲田君はですね、まあ、本人にはあんま関係ないんですけど俺の高校の後輩でございます。僕らは千葉県立船橋高校っていうところの卒業生なんですけども、今年有名になりまして、野田首相がそこの、まあ、出身俺らの後輩に当たるんですね。俺の高校下がゲッティーです。船の周り、あ、船が見えるこの幅もっと大きいのが入ってないんだろうな。やっぱりずっしり重いとなんかありがたいセルテムセルテムの方がいいかなと。思いは
わびて恋しくなれて積もる思い出僕の引き出しは閉まらなくなって鍵も当たらない journey, but my life is so gorgeous. I'm sorry about it. ありがとうございました。